はい、こんにちは、つっちです、今日はですね、こちらの F54JCW、ネクストイノベーションの、フロントアンダースポイラーを取り付けします。で今日は、僕だけじゃなくて助手がいます。助手の江藤くんです。こんにちは、ボンドガレージに、移動になりました江藤です。よろしくお願いします。というわけで今日は、いつも一人で取り付けてるんですけども、今日は2人で取り付け作業を進めていきたいと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではまず取り付けるフロントアンダースポイラーからちょっと見ていきたいと思います。でフロントアンダースポイラーがこちらになります。でこちらの商品の、特徴的な部分としては一応素材がアクリル製になります。で多くのフロントアンダースポイラーとかリップスポイラーが、まあ、大体 FRP だったりだとか、カーボン、もしくは ABS とか PP なんかのプラスチック製のものが多いと思うんですけれども、一応ネクストイノベーションはアクリル製になります。でアクリルなので非常に強度があって、たわみ、歪みがかなり少ないのが特徴です。で一応付属品とはこの辺がビス、ボルトナット、あとラバーのワッシャーですね。その辺なんかついてきます。で説明書も、まあ、ちょっと簡単ではあるんですけれども、非常に分かりやすい説明書もついてくるので、十分 DIY でも取り付けができるんじゃないかなと思います。はい、なんで一応この辺を、見ながら今日は取り付けをしていきたいと思います。まず純正の M8 のビスを下側全部取ります。続いて、用意した、フロントアンダースポイラーを貼り当てします。でその際に、まあ、タッピングとあとラバーのワッシャーですねを最初にもう準備しておきます。でラバーのワッシャーはこれ隙間を埋める意味合いもあるんですけれども、一応こんな感じで一応タッピングが落ちないように仮止めの効果もあります。なんで、まあ、最初に仕込んでおくと、まあ、取り付けが簡単になります。で、まず1回仮付けします。で、ビスの他に手前側5箇所ですね、ボルトナットでの固定になりますので、この状態で1出し、もう最初から穴が開いてるんで、その穴の位置を目安に1出ししてもらって、バンパー側に印をつけます。で取り外します。はい、でフロント5箇所ボルトナット、無効のボルトですねで取り付けになりますので、1出ししたところに無効のボルトが入るサイズで取り付け穴を開けます。こんな感じです。はい、でまず手前の5箇所ボルトナットを先に止めます。でその後奥側のタッピングですねを固定します。で両サイドは同じくボルトナットになるので、まあ、裏側からナット当ててもらって固定になります。お願いします。はい、最後に、フロントの先端部分ですねに付属のステッカーを貼って完成です。江藤くんお願いします。はい、ちょっと曲がらないように、ね、はい、ダメだ。
はい、で取り付けが今完了しました。でステッカーも貼った人の方がいいのかわかんないですけど、分からずに綺麗に貼れてます。で一応ネクストイノベーションのリップ、ただ下側についてるように見えるんですけれども、ちょっとこっち側からちょっと下から少し見てもらうと分かるんですけれども、ややフロント上向きについてます。でこれによって、まあ、下り坂なんかですね、まあ、フロントが当たりにくく、リップが地面と当たりにくくしてあるのと、あとはですね、ここの隙間がまっすぐ下から延長しちゃうと、ここがかなり広く開いちゃうんで、まあ、一応その辺を埋めるために本当にわずかになるんですけれども、上向きに取り付くようになってます。取り付けられるようになってます。でなおかつ両サイドも表面から見てもらうと分かるな、本当にわずかなんですけれども、これも地面とフィットしにくいようにわずかに上がるように取り付けられます。なんでただ本当に板がついているように見えるんですけれども、まあ細かいそういったところもかなり工夫されているリップスポイラーですね。ボンドミニまで気軽にお問い合わせください。ご視聴ありがとうございました。